皆さん、動画見ていいと思ったらチャンネル登録、いいねボタン、そしてよかったらコメントよろしくお願いします。それでは本編どうぞ。皆さんこんにちは、サラサラキイチです。こんにちは。今日もライジン33の振り返り解説、深掘り解説をやっていきたいと思います。今日やるのがついに最後のライジン33の最後の試合、朝倉未来選手と斉藤豊選手の試合について深掘り解説していきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あとそれ以外の動画はどんどん上げていってアップしているので、よかったら概要欄に貼り付けておくんで見てください。ということで会長、はい、ラストなんでしっかりお願いします。そうですね、いよいよ最後になりましたね。そうやな。はい、前回は弟の朝倉海選手、そして今回はお兄さんの朝倉未来選手の試合、今注目されてたと思うんですけども、今回リベンジマッチってことで、以前1年前に斉藤豊選手に負けた朝倉未来選手、そういう1年間の悔しい思いがあって、今回試合に臨んだんですけども、その試合を見てプロの目線で深く深く掘って解説お願いします。ちょっと待って、なんすか、ちょっと暖房を切っておきます。ああ、音が、これね、はい、朝倉未来選手、去年の、11月ぐらいかなに、斉藤豊選手と試合をして負けちゃってんね、で今回リベンジ戦、約1年越しのリベンジマッチということで、まずリベンジ戦についてちょっとだけ喋りたいんやけど、はい、リベンジ戦って結構勝つん難しい。あ、そうなんや。なんでかというと、やっぱ前回負けてるから、前回相手のやっぱ強さ、いいところっていうのを追いつけられてんねん、負けてるっていう。あ、やっぱあと恐怖心とかもあるし、はい、で結構リベンジ戦を制するっていうのはなかなか難易度高いかなと 俺自身思ってる。ああ、なるほどですね。しかもレベルの高いところになってくると余計に、はい、その中で朝倉未来選手も、この1年間斉藤豊選手にリベンジするのを目標を掲げてやってきたと思うし、斉藤豊選手からすると朝倉未来選手に2回しっかり倒しきったら、それこそまた自分の評価もめっちゃ上がるしっていうので、今回は2人の意地がぶつかり合った試合だったと思うね。確かに、それで今回、1ラウンド早々に俺も試合見させてもらってんけど、前回と違うのは朝倉未来選手がプレッシャー結構かけとって、そうしたら朝倉未来選手が前に出て斉藤豊選手がちょっと下がってるような、ちょっと見てるような感じやって、はい、前回はなんか朝倉未来選手がなんかプレッシャーかけられてる印象があんねんけど、あ、ちょっとカウンターを狙うって感じ、ね、そう、はい、攻めながらカウンターを今回は狙っていってたかなと思うねんか。確かに。ほんで関節蹴りとか使いながら、プレッシャーをかけていって、斉藤選手のパンチのフェイントからの組みをしっかり未来選手はディフェンスするねんな。で、斉藤選手からしたら絶対組みたい、打撃でも勝負するけど最終的には組みたいね。でもそれをしっかり未来選手は対応できとったよな。で1ラウンドもそこでしっかりディフェンスしてブレイクなって、斉藤選手に力使わして、でその後に未来選手が金的もらって、ちょっとブレイクみたいな感じになっていって、未来選手がプレスかけていって、斉藤選手は組み狙いっていうので1ラウンド終わっていくね。だから1ラウンドからやっぱこうお互いの作戦が見えたのは、斉藤選手は 100% 組み狙い、なるほど、とにかく組んで未来選手をちょっと削りたいっていうのは、まずそこをまず持っていきたい。あ、で未来選手は下がりながらのカウンターじゃなくて攻めながらのカウンター狙い。確かに今言われてみたらそうですね、だから多分勝負を作りに行ってんねん、はい、未来選手は、はい、今回、だから気持ちの部分ではやっぱ取りに行く気持ちが強かった。かといって斉藤選手も取りに行く気持ちは強い、はい、やっぱそこをカウンター狙いのタックル狙ってるから、はいはい、打撃から、そういう中の攻防で2ラウンド入っていくね。それで2ラウンドも斉藤選手打撃の中でテイクダウン攻めていくね。でも未来選手がこれディフェンスやね。でここはやっぱこうやっぱなかなかテイクダウンさせない未来選手の腰の重たさと反応の良さ、やっぱ斉藤選手がしっかり見えてるってことやで。ああ、確かに、例えばタックルもらうときって、自分が攻めてるときに重心が前やったり後ろやったりするときに結構反応くれんねん。でも自分のバランスで攻めてるときっていうのは相手がちゃんと見えてるから反応しやすいねんな。ああ、そうなんや。だから未来選手の体重のバランスも
いい感じで自分的には保ててたんかなと思うねん。なるほど。でそれでディフェンスしてブレイクなって、その後にミクロ選手が右でジャブでカウンターとんねん。で斉藤選手が聞いたところをミクロ選手がストレート当てたんかな、軽くポーンって当てて、はい、でそこで斉藤選手が下になって、でハーフでミクロ選手がコントロールするんねん、逆に、そうそうそう。で、なんねんけど、まあ、そこで結局寝技なって、クロスガードなって、そのまま2ラウンド終わんねんけど、俺はあの時な、その、お互いやっぱ必死やから、なかなか難しいんかも分からへんけど、帰化して、で、ハーフでポジションキープしてクロスまでなってんけど、まあ、そこはもう打撃一択でいってほしかったなって。もう突き放して、立たして、打撃でいったら、2ラウンドで、まあ、KO 勝ちとかで終わってた可能性もあるのかなと思う。なるほどですね。でも裏返したら、そこで組ませた斉藤選手の、ちょっとこう誘導的なところもあったかも分からへんし、一回組みついたら離させへんかった斉藤選手のうまさもあったかも分からへん。まあ、そこはこう、やっぱ組んでみてのあるけど、俺がもしミクロ選手のセコンドやったらすぐ離れろっていう指示を多分連呼して出してると思う。なるほどですね。まあ、この時点でもうミクロ選手かなり有利。もう1ラウンドもプレッシャーかけてテイクダウン取らさずに、で2ラウンドはもう帰化して上でダメージ与えてる。っていうのでもうミクロ選手が有利やから、もう3ラウンド斉藤選手からしたらもう倒しに行くしかない。確かにもう追い込まれてるもんな、打撃か、はい、ボン取りに行くしかない、はい、中で3ラウンドが始まって、打ち合いで打撃の攻防 でここでミクロ選手が萩原選手にニータップってこういう風なタックルがあんねん、はい、でそれを斉藤選手にやってテクランなんかやってたわ、まあ、それはそこでミクロ選手がやるのはやっぱもうすごいなと思うし、ただ斉藤選手からしたらあそこで2タップ来るとは思ってなかったと思う。逆に2タップ行ってなんか寝技になって変に仕掛けられたら嫌やから、俺やったら2タップはしに行かんけど、あそこで2タップをやるところが、まあそれはそれでセンスで俺はめっちゃいいと思って。ああなるほど。まあ奇襲攻撃みたいなもんやな、はい。まあ、そこでミクロ選手もタックルあるよって斉藤選手に植え付けさせる。でなんでかって言ったら、斉藤選手からしたらそこでテイクダウンされて下になったらもう追い込まれてるから、3ラウンドでなんとか勝たなあかんから、ミクロ選手が上になるとなかなか展開作られへんから、あ、まあ、そんなも含めてミクロ選手も作戦で2タップいったんかなって思うね。なるほどですね。でその後に、組みついてミクロ選手の、あの膝が筋的に入って、そこで斉藤選手が、まあ、ちょっとブレイクみたいになったんかな、ちょっとここは曖昧やけど、でそこから斉藤選手が打撃が結構単調になりだして、やっぱ疲れてきてんねん。 あと2ラウンドでも効かされてるからどんどん鈍ってきてんねん。でそれでミクロ選手のミドルの蹴りとかもすごい良くて、で斉藤選手はタックル行くけど、やっぱもう体幹も抜けてタイミングも多分遅くなったりとかして倒しきられへんねんな。であとミクロ選手もやっぱ体幹も強いし、そこはもう試合を優位に運んでるから、やっぱどんどん優勢になってくるかな。もう体力面でもな、なるほど。最後の斉藤選手のタックルも切って、最後はもう上から4点ポジションの膝を何発か当てて、そこで試合終了。あでこれで文句なしでミクロ選手の勝利ということで、これリベンジ達成。あ今回はやっぱ文句なしでミクロ選手の勝ちやったと思うし、まあ、斉藤選手のいいところを消したな。だから斉藤選手からしたら、1ラウンドからもうちょっと自分からどんどん攻めていってもよかったんかな思うな。やっぱミクロ選手に前に来させて、そこでペースちょっと持っていかしたっていうのが、まあ、ちょっと良くなかったのかなって何となく思うけど、もちろん結果論で話してるからそうやけどな、やっぱりあの今回の試合で、まあ、完封したじゃないですか、朝倉選手が、1年前の試合と見比べて、スラザー的には総評としてはどういうの思ってるんですか。いや1年前よりかはミクロ選手強くなってると思う。あそれはもうプロが見てもはるかに強くなってるってこと。まあはるかには分からへんけど、やっぱその意識がまず変わってるよな。なるほど、だから前に出る意識もあるし、その前に出るなんで 出るかの意識が全然違うと思うね。でも前に出ても結局カウンターは絶対狙ってると思うね、はい、でもこの前は下がりながらカウンターやん、はい、まあ、全然意味が違うよ。あ自分から勝負を取りに行ってる中のカウンターやと思うね。あそこがポイントとしては、うん、1年前は待った上でのカウンターだと、今回の場合は自分から攻めに行った上でのカウンターで、だいぶ試合の中でも変わってくるってことなんや、まあ、そこが全てじゃないけど、なんかこう取りに行く姿勢が強かったんちゃうかな。なるほどですね、うん、それってなんか今回の勝敗予想で、振り返って解説してもらってるんですけど、
やっぱりリングの中央を誰が取るかっていう重要なポイント、それっていうのは格闘家に共通してるところなんですね。うん、だから朝倉海選手と武田選手が試合した、した時も、うん、朝倉海選手が前に行って取りに行ってる、うん、だからそこはもう兄弟なんかリンクしてるんかなっていうぐらい同じような姿勢やったねのように俺はなんか思えたな。あ、なるほどですね。うん、はいはい、だから結局どんだけ強くても精神的な部分でこう自分から取りに行く気持ちが弱かったらなかなか実力発揮できへんし、今回絶対にリベンジしたるっていう気持ちも強かったと思うし、やっぱその負けた悔しさをどんどん力に変えて今回リングに上がったと思うし、斉藤選手は斉藤選手でやっぱ前回勝ってるし、でもこの前に牛久選手に膝でカットでそこでドクターストップで負けてるわけやんか、TKO負けみたいな感じですね。うん、だから、まあ、TKO 負けやんな、うん、だからそういう流れもあると思うし、うん、やっぱ前回の試合がそこで負けで終わってるっていうのもやっぱ気持ち的にどっかでちょっとマイナスになってた部分もあるかも分からへんし、まあ、そんなも踏まえてのやっぱ試合やから、まあ、今回全てにおいて、まあ、ミクロ選手が強かったんちゃうかな。なるほどですね。うん、まあ、それで、まあ、今回朝倉ミクロ選手を自分的に一番評価したいのはやっぱ試合後にやっぱ斉藤豊選手に前回負けてて、その負けをプラスに変換して、まあ、その負けがあったから強くなれたっていう、まあ、そういう発言ができるミクロ選手はやっぱさすがやなと思うし、だからやっぱ日本で今有名やし、やっぱ実力もあって斉藤豊選手にリベンジできる選手なんかなと思って、うん、あでも確かにそれってなかなか言われへんもんな、うん、やっぱそこを俺は一番ミクロ選手のことを評価したいなと思うな、うん、あ今回、うん、あ見るところが違いますね、うん、なるほどですね、うん、やっぱりね質問いいですか、うん、ファイターってやっぱただ強いだけでは無理って言って、うん、やっぱ考え方とか、うん、そういう精神力って、うん、やっぱ何割ぐらい占めるんですか、肉体の強さと精神力とか考え方やったら、まあ、俺はあの格闘技って精神のスポーツだと思ってね、はい、ああそうなんや、うん、その技術的な部分ももちろんそうやで、技術がないと強さがないと絶対勝てないけど、うん、結局そこを備えたやつらがリングにケージに上がるわけやんか、はい、トップどころって言ったら、うんうんうん、じゃあ結局じゃあそこで人間でできることってほぼほぼ変わらへん、ああそうなんや、そこまで変わらへん、でもじゃあそこで 上抜けていこうと思ったら、うん、やっぱり考え方とかそういう意識ちゃう、あ、うん、心構えとかやっぱ気持ちの強さ含めて、ね、やっぱ賢さもあるし、なるほど、ね、うん、そういうのが大事になってくるんちゃうかな、まあ、それとね、あともう一個、あのミクロ選手勝った時に、うん、リングでいつも結構クールなキャラや、確かに、うん、クールなキャラやけど今回めっちゃ笑顔でなんか喜んでる感じやったやん、あ言われてみたらめっちゃ、あ、うん、でもなんか嬉しそうやった、うん、あれをやっぱ素直にやっぱ自分のキャラもあんねんけど、うん、あそこでそうやって表現できるっていうのもやっぱ彼のやっぱいいところ、魅力的なところやと思う、ああでもまあ純粋だよなやっぱり、うんうんうん、確かに、うん、純粋の嬉しかったやろな、うん、純粋やしやっぱほんまにエンターテインメントなんやな、ほんまにやっぱそこで強さとそのエンターテインメントを備えてやっぱ自分自身を客観的に見えてファンが何を求めてるかっていうのを即座にやっぱそうやって感じて何かをできるっていう、それってやっぱ動物的な強さや、格闘技の試合だってその瞬間瞬間で何が一番適切かっていうので動いていくわけやんか、うん、でそれをやっぱその格闘技のリングケージ以外でもやっぱできるっていうのがやっぱその YouTube とかでもめちゃめちゃ多いやん、うんうん、やっぱそういうのが全部できてるんちゃうかな、あなるほどですね、うん、いやでもまあなんかあのコメントでなんか、うん、朝倉未来 B 期とかなんかちょっと朝倉未来の型を持ってるとか抱えてくれると思うんねんけど、俺は別に型持ってるつもりもなくて、ほんまに朝倉未来選手があのいいと思ったことに関しては俺は言うし、いいと思ってないことに関しては言えへんから、でも確かにスマスター正直なところ言ったら、うん、朝倉未来の評価に対しては、うん、初期の頃めっちゃ厳しかったやん、あ厳しいよ、うん、だからほんまにそこはないよな、うん、普通に、うん、それはもう俺も分かるわ、うん、やっぱ実力つけてるから斉藤豊選手にもこうやって勝てるから、確かに、だって斉藤豊選手も強いから日本のトップファイターやから、そうですね、うん、その選手にやっぱ今回文句なしで勝つんやから、それが実力や、ああ、うん、確かに、うん、ちょっとあの今回あの朝倉未来選手の試合を見て、うん、まあ、多分ここまで評価したのはソラスターは多分初めてだと思うんですよ、うん、そうしたらちょっと僕ちょっと質問したいことがあるんですよ今聞いて、うんうん、あのね今回斉藤豊選手にリベンジ、うん、マッチを制してミクロ選手勝ったじゃないですか、うん、で朝倉ミクロ選手があと負けてるっていうのは、うん、クレベル小雪選手に以前負けてるじゃないですか、うん、朝倉ミクロ選手はクレベル選手に勝てるんかっていうのをこの勢いでちょっとそこはほんまに忖度なしでソラスターの見解を正直な気持ちに述べてほしいんですよ、まあ、正直なことな、はい、うん、いや今めっちゃ評価してたから、うんうん、ほんまにそこ聞きたいなと思って、
これが今思ってるクレベル小池選手の評価と、はい、まあ、今現在のミクロ選手の評価で考えると、はい、うん、もちろんミクロ選手が勝つ可能性ももちろんあるけど、それは勝つとしては打撃しかない、うん、勝率で言ったら、まあ、10割のうちで言ったら3割かな、うん、ああ7-3ぐらいなんや、うん、7がクレベル小池選手、うん、3割がミクロ選手。前回やった時に最初にミクロ選手もパンチ効かした、うん、やっぱああいう場面を作ってあそこで追撃するっていうのしか勝ち目はないかなと思って。ああなるほどですね、うん、だから次はもしやるとしたらそこでそういう場面作った時には絶対仕留めに行くんちゃうかなって思うから、だから3割で上げさせてもらう。なるほど。でもただやっぱ寝技がクレベル小池選手が強すぎて、はい、そこで喧嘩もごちゃごちゃできるから、はい、そこをやっぱ結構しつこいね。だから今回大木久保選手もしつこかったやつ。ああそっか、そのしつこさがクレベル選手もあると思う。あんねん。だからあの打撃でガチャガチャやってそのしつこさがあるから、うん、だからそこを食い、うん、なんかすり抜けていくのはやっぱ打撃でもう仕留めるしかないなっていうので、うん、だからまあ俺的には7割クレベル小池選手で3割ミクル選手かな。うん、そうやな。もし2人が試合するってなって俺が朝倉ミクル選手の、まあ、セコンドとしてやるんであれば、まあ、俺的にはやっぱ勝てる作戦というか、まあ、そういうこういう方向性でいけば、うん、やっぱ勝ち目出てくるかなっていうのは自分の中では思い描けるもんあるけどな。あ、そういうイメージがあるわ、うん、それはまあ YouTube 上やからそれはもう言わんけど、うん、まあ、そういうのはなんかなんとなく俺イメージしてる。ああ、うん、それって YouTube で言わへん今。いや、それは言ったらなんかちょっとなんかいろいろ勝敗に、ああそっか、うん、なんか出てきそうやからそれは言われへんけど、あ、うん、まあ、それは自分の中で思うところはあるな。ああ、うん、なるほどっすね、うん、いやでも今回ね正月かなり動画上げてもらって、うん、この最後の朝倉未来選手のと、あと斉藤豊選手の話、うんうん、やっぱりお互いの選手をスラスラは知ってるじゃないですか、うん、やっぱり知ってる選手の振り返り解説とかになると、うん、スラスラマジで気合入るんですよ。うん、まっすやな、うん、あの聞いててめちゃめちゃ勉強になる、おもろい、うんうん、ほんまにめちゃめちゃおもろかった。だから俺はインタビュアーとしてもめちゃまとまれたや、うんうん、なんかめちゃまともになれた、うんうんうん、まともにさせてくれて、うん、ありがとうございます、うんうん。まあ、今回ね、まあ、8本動画上げさせてもらって最後の問いが、まあ、今回の動画になるんですけど、まあ、今回の動画もやっぱ朝倉未来選手と斉藤豊選手のファンも多いし、うん、斉藤豊選手が勝つっていう人らも多かったと思うから、その可能性もあったやろ、うん、その中でもやっぱファンの人のやっぱ勝敗予想とか、うん、今回の試合についてどう思うとか、うん、次やったらどっちが勝つとか、そんなクレベル小池選手をやったら今の朝倉未来選手は勝てるのかとか、まあ、そういうのもコメントでまた皆さんの意見聞けたら僕もほんまに参考にさせてもらうんでよろしくお願いします。ちなみに僕は朝倉未来選手があの 6-4 で勝つって200ファンなんで、うんうん、希望を託して思ってます。皆さんもコメントちょっとください。なるほどね。いやでもスロスターさん、うん、今回はうん、振り返り動画でいろんな技術とかいろんな見解述べてもらって、うん、長い今日は1日だったんですけど、うん、かなり勉強になりました。ありがとうございます。俺もまあ人のやっぱ試合解説してやっぱ自分自身も気合入ったし、まあ、2022年はスロスター圭一もライジングウレター級をしっかり盛り上げて引っ張っていくんで、まあ、スラスター・キイチ、ウルター級のことも皆さん注目してください。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ会長こんな感じでいいか。いやもう最後めちゃめちゃ面白かったです、正直、うんうん。かなり勉強になりました、うん。じゃあまたね、次回は何の動画あげるかわかんないですけど、また次回も格闘技ネタあげるんで、皆さん楽しみにしてください。あと、もしよかったらチャンネル登録、面白いと思った方はぜひしてください。格闘技のいい情報をどんどん上げていくんで、よろしくお願いします。ということで、じゃあこれで終わりたいと思います。はい。じゃあ皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。今深夜4時半なんで今から牛丼おごってください。おーす、終わった。ありがとう。会長、ほんまにありがとう。いえいえ、こちらこそ。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。ピース。皆さん、こんにちは。スラスター圭一です。こんにちは。今日は会長と YouTube 撮影してるんですけど、まあ、今日は何を撮影するかと言いますと、まあ、ここの物件になるんですけど、まあ、会長という名前肩掛けだけあって、まあ、大阪で会社してるわけなんですよね。で今回その会社で、まあ、今回新築物件を建てたということで、まあ、普段まあなんやかんや手伝ってくれてるから YouTube の撮影とか手伝ってくれるには、はい、まあ、お礼でちょっとやったろうかなと。ありがとうございます。ほんまありがたく思うよお前。ここの物件の名前はちなみに会長リゾートボックスって言います。これリゾートボックスって言うんですよ、はい、リゾートですよ、大阪ですよ、ここ大阪やのにリゾートボックスですよ、はい、引きのアングルで見ると
こういう感じの物件になります。ライトアップがすごいな。本当ですか。天井がウッドっていうのが、はい、めっちゃおしゃれ。あ、それも後でちょっと紹介していいですか。うん、俺結構好きやな、このデザイン。本当で、これ黒じゃなくてちょっとコーンかかってるやん。はい、それも好きや。ありがとうございます。都会のオアシス的な感じでハイグレード仕様でこの物件は作らせてもらいました。ここなんですけど番号があります。おお、すごいなこれ。はい、入ったら人感センサーで、あ、電気、自分の行く動線だけは電気がつくようにしてます。そこの物件はあのセコム入ってますんで、ここのちょっと見どころなんですけど、うん、これからが電気自動車になってくるやん、うんうん、充電施設を 200V の電源があるんで、ここでさせてもらったら EV 車、うん、電気自動車を充電できます。ちょっとやり慣れすぎたんですけど、ここに車止めてもらった時に、はいはい、こっち もう充電できるように。え、これも電気の 200V って書いてると思うけど。あ、ほんまや。はい、じゃあ贅沢な設備いっぱいついてる。車とか洗車する時に、うん、普段開けられるやんか、うん、これを番号を設定して番号をダイヤルで開けて回す形です。とりあえずあの2階がちょっと肝なんで、うん、うわ楽しみやな。ちょっとあの中をちょっと見てほしいな。じゃあ早速初対面ということで行かせていただきます。はい、お願いします。じゃあ行きます。うお、マジでめっちゃおしゃれや。ほんまに。なにこれ。てかそれはめっちゃ、ほんまに下のこのタイルとかめっちゃおしゃれやし。うわ、このウッドなんなんこれ。会長、はい、このウッドめっちゃいいやん。いや、てかめっちゃ嬉しいわそれ。ほんまに。うん、あとなこれ、やっぱ窓めっちゃでかいな。あ、窓はちょっと意識して、タワーマンションを意識して。いやいや、こんな事務所会長もないで。ほんま、お前ちょっと今回やりよったらちょっと来てください。ここにシャワールームを作りました。マジで。最弱は泊まって帰れると。おお、めっちゃめちゃええやん。はい、だとにかく今回こだわったのがハイグレードな、他にないハイグレードモデルっていうのを作って、うん、であとキッチンとかも普通は簡易的なもんなんですけど、うん、一応あのそういうミニキッチンのシステム的なもの であとこの電気を映してほしいんですけど、こっちから例えば調光で、例えば全部コントロールして、例えばこういうムーディーな感じとかもできますんで、普段はここまでちょっとできないんですけど、ここにスピーカーがあるんですけど、うん、これがボスのスピーカーをつけさせてもらって、うおマジで。ここに2個あるんですけど、うん、Bluetooth で飛ばして。はい、こんな感じでちょっと今日はこの物件見させてもらったんですけど、僕は正直ちょっと想像を超えた出来栄えでびっくりしました。ありがとうございます。うん、まあ、会長もこうやって、まあ、仕事して、まあ、こうやって結果残して頑張ってて、はい、まあ、俺も格闘家としてどんな結果出して、はい、やっぱ会長には負けられへんっていう、はい、兄弟でありライバルで思ってるから。僕もです。これからちょっと共にライバル、親友、チームとして頑張っていこう。はい、よろしくお願いします。あと会長、これ撮ったからまた YouTube 撮影どんどん手伝い。わかりました。 OK です。で会長、あの今後の展望というかちょっといろいろまた話して。あ、最後今後の展望はこのシリーズを全国に広めていきたいと思ってますんで、うんうん、一つ一つ勉強しながら、今回はあのちょっとテストマーケティング的にいっぱいつけたんですけど、うん、それをちょっといろんな性能を試しているものをつけて、お客さんに喜んでもらえるようなものを一生懸命みんなで考えて作りたいと思います。うん、あとそれとソラスターが40歳からチャンピオンになれるってことを応援してるんで、うん、兄弟でまあ仲良くよろしくお願いします。お願いします。じゃあまあたまに会場の取材も入れてるから頼みます。ということで皆さん多分あんま会場のこと興味ないと思うけど、よかったら見たってください。はい、ということで今日はこんな感じで終わりたいと思います。じゃあまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。